ようございます。2024年9月14日土曜日の朝です。今日の体重は 65.50 でした。体脂肪率は 38.3% です。おはよう、アフィラちゃん。今日の天気は、お、いいね、秋晴れな感じでございますね。ちょっと風ももう冷たいですしね。それでね、今日朝方なんかね、気温が7度くらいしかなかったそうですよ。すごい寒くなってきちゃいましたね、急にね。秋っぽいですね。はい、そんなわけで今日はですね、近くのお寺ですね、いつもお世話になってる安住寺さんの方で法厳講っていうのがね、年に一度の一番大きなね、法要があるということでございますので、ちょっとね、行ってみたいと思っておりますよ。午前中のうちはね、ちょっとゆっくり過ごそうかなと思っております。じゃあまずは白湯飲みます。今日の朝ごはんです。今日はちゃちゃっとご飯、トマト、パン、あとはアーモンドミルクホットで食べます。今12時、25分くらいです。じゃあね、準備ができました。で、今日はね、法要の時にね、お昼も出るっていうことだったのでね、みんなでいただく予定でございますよ。まぶしい、行ってきます。安住寺着いた。わ、なんか今日は一段と素敵な感じになっておりますよ。風鈴祭りももうね、夏も終わりでこれが最後かなって感じですけれども、わー、すごい気持ちいいですね。行きます。はい、早速お弁当をいただきたいと思います。これはね、安住寺の婦人会の方の手作りのお弁当ということでございますよ。わー、これ手作りなの？すごいくないですか？お昼、美味しそうなお弁当食べます。あかねさんの家族も一緒だよ。食べます。さくちゃん、食べます。恥ずかしい、食べます、言わない。こんな言葉も書いております。多くの命と皆様のおかげにより、このごちそうを恵まれました。深くご恩を喜び、ありがたくいただきます。本当に美味しそう。うん、美味しい。エリコロの動画、今年も本校のお勤めが、続けることができました。ここに感謝を申し述べてさせていただきたいと思います。ありがとうございます。一応書いておきましょうか。北海道が、ね、ありまして、本州がありまして、
四国があって、九州ね、わかるでしょ、はい、で、熊本っていうのはこの辺なんですよ。大体九州の真ん中です。初めて知りました。はい、本当終わりました。とってもね、ありがたいお話も聞けたりね、すごかったですね。科学のね、音楽法要っていうやつだったんですって。今日ね、初めてあんなの間近で聞いた。すごかった。いいものをね、体験させていただきましたよ。じゃあ帰ります。エリコロの動画、ちょっとシエスタに寄ってコーヒー飲んでいくことにしました。行きます。ホットコーヒーエンジェルブレンド飲みます。帰ってきましたよ。ちょっとね、動画撮んなかったけど、ぬくもりの湯にちょっと行ったりね、セブンイレブン行ったりしてから帰ってきましたよ。じゃあ中入ります。今日の夜ご飯です。今日はいただいた鯛茶漬けを食べたいと思います。ちゃんと鯛が入っておりました。食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。ということでね、ございましてですね、あの、でとかっていっぱい言っちゃったけど、なんか、あの、今日ですね、いつもお世話になっている安龍寺さんの年にね、一度の一番大きな法要がありまして、法恩公っていうやつがあったんですね。それでもうね、奈々さんも住職もね、もう前々からすごい準備でね、忙しくしてるのずっと見てたので、いやー本当にね、素晴らしい感じでございましたね。もうね、私あの雅楽をあんなそばで聞いたのね、多分本当初めてじゃないかな。それでお経と雅楽とね、あとオルガンなんですけど、オルガンをね弾いてたのがね、住職のお父さんだったんですよね。ね、オルガンとお経と雅楽がもうね、ハーモニーでね、すごかったですね。ああいうのあるんだなと思ってね、すごいいい体験できたなって思いました。本当に素晴らしかったです。で、その後ね、ちょっとね、講話があって、とてもね、ありがたいお話を聞いて、すごい、あ、そっか、ちょっとね、グッとくるところもあったりとかしたんですけど、ね、とても素敵なね、時間を過ごさせていただきました。で、なんかね、安龍寺さんのね、ご住職、ファミリー、いつもね、本当、私たちとね、仲良くしていただいて、いつもお世話になっているんですけれども、なんかね、あそこの安龍寺さんの住職が、なんていうのかな、こう、まあ、宗派とかにはね、関係なく、どなたでも来ていただきたいっていう、ね、気持ちがすごくあって、それでヨガのね、インストラクターのあかねさんとかもあそこでヨガやって、もういろんな方がね、ヨガ受けに来てくれたりとか、あと、ベーグルの渡辺さんちのベーグルのね、かなこさんが、おいしいベーグル販売したりとか、そうやってね、結構いろんな方にね、こう開放してるというかね、もう本当どなたでも、もうその垣根を越えて、宗派とかの垣根を越えてみんな、そういうお寺っていうのはそういう地域のね、そういう憩いの場にもなってほしいからっていうことでね、本当オープンにしてくださっててですね、で今日も私たちもね、聞きに行ってね、すごいなって思いました。いや本当にいい思うものをね、見させていただいてね、本当にありがたいですねっていうことでございましたね。はい、そんな感じでした。でね、旦那さんもね、急遽、せっかくこんなことがあるならっていうことでね、一回行ったんですけども、一回帰ってカメラ持ってきて、でね、ちょっと写真撮ったりとかね、したりもして、なんかもう、そんな感じでね、なんかあ、すごかったなっていうので、ね、ふわっとしてますけれどもね、本当に良かったです。はい、そんな感じでした。で、うん、大体ね、今日お昼くらいに行って、その午前中もね、なんかいろいろお線香炊くとかしてて、それで行って、で、その後、ちょっと、シエスタ寄って、でね、ちょっと動画撮んなかったけど、その後ね、ぬくもりの湯のね、いくこさんのところに用事があったから、ぴゃって寄って、その帰りにセブンイレブン寄って、
それで帰ってきて、で本当はね、なんかご飯、あるものご飯にしようかなと思ってたんですけれども、あ、そういえばいただいたすっごい美味しい茶漬けがあったと思って、なんかそれをサラサラと食べて今日はね終わりにしました。そう、しかもそうだ、思い出した、あの昼間に食べたお弁当ですけれどもね、あれ本当ね、売り物のような感じなんですけどね、本当安龍寺さんのところのね、女性部の皆さんのね手作りだったの。でね、時々なんかあの法要とかにねお邪魔させていただくことたびたびあるんですけども、その時とかにねよくこうお漬物とかねお惣菜とか出してくれてたりするんですけど、いつも美味しいなと思って、うわ上手だなって思いながら食べてたんですけど、ああやって改めてねお弁当にねしていただくとね、ますますなんかもう見た目からしてすっごい綺麗だったしね、ちょっと感動レベルのお弁当だったね、すごかった、お野菜いっぱいあったしね、いやすごいですねやっぱりね。でお漬物ね作ってくれて、吉岡さんとかだとかなんかね、あのめっちゃ美味しいんですよお漬物、いつも思うけどなんかプロ並みなのお漬物ね、そんな感動の一日でございました。はい、そんな感じでね、今日はねこれくらいにしておきたいと思いますよ。あとね、なんかあったかな、なんか言っとくことあったかな、なんか言っとくことあったかな、なんか言っとくことあったかな、ちょっとあったような気がしたけど、なんかあったかな、なんかあったかな、なんかちょっと忘れちゃったな、ちょっと思い出せないので、また思い出したらねちょっと明日以降にお話ししようかなと思っております。あれ、なんだ、忘れちゃった、ごめんなさい、忘れちゃった。そんな感じでちょっと無駄な1分くらいを過ごしちゃったけど、そのくらいで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またね。まあ、ちょっと思い出しました、何を言うか思い出しました。ですね、私にとっては明日9月の15日、皆様はこの動画を見た当日かになると思うんで、この動画が出た当日になると思うんですけど、9月の15日札幌で今現在ですね、オータムフェストっていう大通公園で美味しいものがたくさん集まっているイベントが行われてて、9月の末くらいまでやってる長いね期間やってるイベントになってるんですけども、なんとね、あのいつもお世話になっているシエスタさんがですね、今年も出展しております。でただね、あの今年は9月の15日のみ1日だけの限定の出展となっておりますので、もしね、あの今日見て、あ、今日行けるって思った方はね、ぜひ、あの9月15日当日にはなってしまうんですけど、この告知がですね、なんですけれども、ぜひ行ってみてください。場所がね、大通り西5丁目会場のシエスタで焼き菓子をね出しておりますので、ぜひぜひ食べてみてください。美味しいの、もうね、いつもね和江ちゃんがね、いつも焼き菓子担当してて、でね、一緒にね、たまに動画に出てくれるかな、レミさんっていう方もね一緒にね、やってるので、もうぜひぜひっていう感じでございます。もうエリコロンの動画見てきたよって言っていただければ、レミさんもね和江ちゃんも会場にいるので分かってくれると思いますので、ぜひねお声掛けいただければと思います。はい、たくさんの方のね保護者お持ちしてますので、よろしくお願いいたします、というのをね言おうと思ってたんです。すいませんでした。はい、そんな感じで本当にまた明日お会いしましょう。またね。